仕掛けるの、やりましょう。えカメラの方、はい、お前ら意地悪だよ。アイコアイコ、いろいろ考えてた俺も、森保ジャパンがどうなるかっていうね。ドッキリ仕掛けるの面白いみたいな。疲れたね。お疲れ様でした。もうこれでいいかな、今日。今日はあの例の当選者の方、サインの。これ、あ、本当のこれ公式球。例の当選者に届けに行くやつですね。頑張って行ってきてじゃあ。はい。これから私行きますから。あ、行くのこれから。はい。これから行きます。マジで。はい。何時間かかるの？いやもう結構かかるんですよ今日。あ、本当。あ、俺昼間だったら行けたんだけどね、一緒にね。空いてないの今日。空いてない。何？明日早いんですよ。はい。明日だって俺地方ちょっと飛ぶからね、うん、明日の便でしょ、朝。朝そこまでには帰れます。ちょ、え、どういうことそれ。いや、一緒に帰るかなと思って。え、一緒に行ったら喜ぶでしょ。これフルビー届けに行くよってチャンネルで言ってたじゃん。うん、まあそうだけど当選者の方連絡しましたけど、うん、あ、郵送でもいいですってぶっちゃけ言われてますからね。あ、そうか。郵送ですよ。フルビーが来たって。いや、でも結構かかるでしょ、遠いでしょ。ちょっとありますね、距離はあります。行こう、行きましょう、行きましょう。ちょっともうスタッフも何言ってんの。いや、サプライズですよ。フルピーじゃ弱えって。いきなり行ったらいいよ、うん、分かりますよ。ちょっとそしたらさ、俺行くわ、俺行くわ。それでもいいんですよ。それでもいいんですよ。いや、だけど段取りとかしてないでしょ。え、直接やり取りしてんの。やり取りしてます。あ、じゃあフルピー行かなきゃ、うん、よしよし、ジョーさん行くよこれ。じゃあちょっと仕掛ける、うん、やりましょう。行く、じゃあ そういうのもやりましょうよ。うわー、だけどさ、行って帰ってきて、うん、だ、睡眠時間削るだけじゃん。だけじゃん、だけじゃんじゃない。ジョーさんでも初だよね。初ですよ。行ってみる、じゃあ行ってみましょう。どうする、行ってさ、うん、あ、どうもありがとうございますつって普通になって。そんなことないっすよ。まあ、そしたらそれはそれで面白い、うん、それは面白い、うん、え、でも本当に戻ってこれる俺、明日の朝早いんだ。いや、だからそれは大丈夫だと思います。明日の飛行機の便には間違いなく帰ってこれます。俺もう寝るよ、寝ながら行くよ、うん、いいよ、もう来てくれんだったらいい。その歌詞、うん、あのガラガラって開いて、そのね、ファンの方会うときはテンション上げてくださいよ。なんかこの眠そうに出てこないでください。がっかりですから。でもその可能性もあるよ。バーンって叩くから。パーンパーン、着いたぞジョーつって。わかりましたよ、はい。表情をしっかりどのカメラで収めるかっていうのを決めておかないと。カメラがみんな狙ってくれるってことでいいよね。俺が どっちかに誘導する必要はない。まあ、うまいこと自分が邪魔にならないようにしてください。何言ってたんだよ。焦って、いや、焦ってない、焦らない。俺がカメラマンとして扮するから、こうやって扮して、それで3カメで行こう。3カメで行ってね、で、フルピーとね、1カメで行って戻ってきて、で、ここでお渡ししますんでって、で、2カメでこうやって押さえてね。で、だからこっちのカメラはもう完全にジョーさんとその当選者の、うん、そうそうそう、押さえて。で、だから車がここでしょ。うん、車がここでね。で、フルピーここ、まあ、で、フルピーここ段取り全部決めなきゃいけないのか。フルピーは基本的にそっちだよ、こっちにその当選者、うん、そうですね、そう、そうそうそう、ジョーさんで、そしたらフルピーと向かい合うから、俺は後ろから押さえるから、こう顔はあんまり見えないでしょ。うん、まあそうだけど、でもその人がジョーさんだって気づいた時のカメラはジョーさんが撮ってるんじゃないの。だからこれがダミーだから、俺の。あ、それこっちから撮ってる。そうで、こうやって渡しておめでとうございますって言った時に、俺はこうやってやっておめでとうみたいな感じで行って、ここで狙う、で、こっちと狙う、で、練習する。いやいや、いいですよ、一回やった方がいい。じゃあもう俺ありますんで、じゃあ、え、お、ここにいろ、あ、じゃあ、え。いやいやいや、だからさ、簡単なことじゃないですか。いやいや、簡単です。ボール取りますよね、取ってガチャガチャ閉めます、うん、じゃあちょっとこちらに立っていただいて、言ってるよ、もういいじゃん。じゃあこちらの方、カメラの方で、ご先生のカメラの方、はい、あちらのカメラに向かって、カメラに向かって、向かって、カメラで撮りますから。こう、こういう、お前ら意地悪だよ。俺はちょっとムカつくよ、ちょっと。じゃあこちら、ジョーさんに一言いただけますか。ありがとうございます。はい、はい、おめでとうございます。よかったですね。本当だなっていうことですね。リアクションが出れば最高ね。じゃあこれ行きましょう、これで行きましょう、行きましょう。どうしたの、もう。え、もう行かない、もう行かない、もう半だよ。はい、ジョーさん、もうあたりはすっかり真っ暗になりましたけど、ようやく高速乗れましたね。そう、眠くなってきちゃったもんね。いやいや、まあちょっと寝ないでください。もうなんか話しましょうよ。まあでもあんま話すことないからね。しりとりやる、しりとりなんかやらないよ。もう本当に、まあちょっと驚かしたいからね。まあまあそうなんですよ、喜ぶ顔見たいじゃないですか。ちょっと頑張ろうよ、うん、とりあえずさっきやったでしょ、打ち合わせ。はいはい、段取り全部やったでしょ。
からそれ通りにお願いしますよ。グルピーにかかってるからね、連れてくるんだから。大丈夫ですよ。まあまああとはどうにかなるし、優秀なスタッフだから。まあそうだけどね、はい、いやでもちょっとね、まあ、どういう反応するか。そうです ね、まあそれが一番楽しみ。わーって喜ぶ、ちょっとびっくりしてくれたら嬉しいし。いやそうですね、逆にもしかしたらノーリアクションの可能性もあるから。まあ確かに、うん、そうなったらどうします。いやそうなったらそうなったらもういいでしょう、うん、そうですね、それはね当然のあれですからね、はい、まあなのでちょっとね、はい、運んでいきましょう。まだまだ長そうだ。まだまだあります。はい、絶対寝ないでよ。はい、寝ない。絶対寝かせないから。俺は寝るわけないでしょ。あ、そっかそっか、俺が行くんだから。だって、ね、あれしたけど寝ないでしょっつって寝てるからね。本当にひどいよね。まあでも疲れてるからね、かわいそうだから寝かしてみましょう。ですね、寝て撮って撮ってひどいね、この人寝てんの。まあでも明日早いんでね、ちょっと寝かしてあげましょう、ね、でもこれで寝起きでさ、なんかこっちがテンション低かったらやだよね。だからさっき言った通り、はたくからその前思いっきりはたく。お疲れだった。明日も早いです。さっき寝てましたけど。俺嘘だ。寝てないじゃん。寝てました。寝てた。ジョーさんも寝たから。アイコアイコ。いやいろいろ考えてた俺も今。考えてた、うん、何考えてた。寝てたよ。寝てました。え、寝てない、寝てない、寝てないよ。いや俺ね、やっぱりね、ちょっと森保ジャパンがどうなるかっていうね。考えてた。そんな考えてた。うん、考えてた。スーッスーッって。いやいや、そんなことないよ。うん、まだつかない。まだつかない。つかないのか。まあ、結構俺もなんかスッキリしてるんですけど。寝てたからね、フルピー。しかも俺の肩によくスッと寝てたからね。まあでも当選者のためですから。そうですね。ね、はい、ジョーチャンネルはいろいろやろう。初ですからね、こうやってね。そうだよ ね、こんなとこ行くのね。まあでも少しでも喜んでいただければ、ね、はい、頑張りましょう。頑張りましょう、うん、じゃあおやすみ。はい。寝るんかい。到着しました。着いた。見てこれまた寝てるからね。はい、no。 着いた。あ、着きました。着いたよ。ね、あのね、死にますよ。いや死ぬじゃなくて、じゃ寝るなって言ったのに。そうです、ね、自分がそう。私寝てた。私とか言ってる。私寝てた。もう着いたから。もうだからこう段取り通り行ってよ。俺はスタッフでさ、ちょっと準備するから。あのちょっと家の前でちょっとお電話して出てきてもらいますんでね。あ、ね、あれ留守番電話になって。え、電源が入っていない。こんなこともありますわな、うん、これ見えないでしょ。結構見えです。ちょっと深めの方がいいです。このぐらい。あ、そうですね、そんな感じだったら。オッケー。いよいよ来ますよ、そろそろね、来ますからね。これで、あ、どうもありがとうございましたって言われたらどうしよう。やばいって言って、ちょっとドッキリ仕掛けが面白いね。うん、来ました、来ました。ただボールもらうだけで、と撮影っていうのもなんか大分かりすぎて。ジョーチャンネルもですね、なかなかこう、あの、いつも視聴していただいている方に、あ、はい、こう直接お会いするという機会があまりなかったんで、なかなかこういう機会を作りたいなと思います、はい、ご協力いただきまして、ありがとうございます。すいません、こちらの方に撮影してて。じゃあ、こちらにどうぞ。じゃあ、このカメラ。じゃあ、こちら、サインボールですね。はい、はい、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあせっかくなんで、はい、このカメラに向かってちょっとジョーにメッセージを、はい、いただければと思いますので、はい、お願いします。ジョーチャンネルよく見てます。まさか当たるとは思わなかったんですけど、私もフットサルやるんで、ジョーさんとフットサルやりたいです。ああ、いいですね。そういう機会があれば、はい、ぜひお願いします。はい、本当、フットサルで事務所に出てるね。あ、そうです。 あれ本当ですか。マスでいるんじゃない。どうもこんばんは。こんばんは。なんかジョーさん来ないでこれもらってもと思ってたんで。思ったテレビが来てもと思って。いやいやいや、直接会いに来ようということで。いや、ありがとうございます、はい、本当にね。あ、アルゼンチンを。じゃあ今日来たんです。来てますね。ああ、
すごい、さすがに素晴らしいですね。ジョーさん来たよ。奥さんもどうぞ。すごい。そうなんです、うちのね、フルピーが届けに来るっていう話だったんですけども、ちょっとドッキリ企画で私も来ようということでですね。いやー、本当にありがとうございます。知らないんだよ。知らないよね、このおじさん。知らないよね。すごい。他の YouTube で見てみてね、おじさん出てるからね。いや、本当に大成功ですね。大成功ということで。よかったです、よかった。ありがとうございます。すいません、なんか遠いところのが面白いかな。いやドイツが良かった、ドイツがいいとかなんとか。そんなことはないですけども。でも実際にドイツにね、はい、品物も送ったりとかいろいろしてるのでね。じゃあまずはおめでとうございます、本当にね。しかもこんな雨の中ね、本当すいません、運がついてないんですけどね。大成功ということで、それでは皆さんまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。